藤沢翼は、日本のスタジアム DJ ラジオパーソナリティナレーター。香川県丸亀市生まれ。三木町で育ち、香川県立高松高等学校から、香川大学に進学するが、塾講師に熱中して1年で中退。再受験で、愛媛大学教育学部に入学する。愛媛大正3年生児の2001年、愛媛 FC のスタジアム DJ にデビューする。 アナウンススクールや放送研究会などへの在籍経験はなく、FM 愛媛 DJ で JFL 大塚 FC ボルティスト徳島のスタジアム DJ 経験を持つ玉井聡氏に教えを受けたという。4年生となった2002年には FM ラジオバリバリにて藤沢翼名義でラジオパーソナリティを務める。以後、愛媛朝日テレビでの全国高校野球選手権。 大会愛媛県大会のレポーター、中3、ケーブルビジョンでの CVC 杯、ミニバスケットボール大会実況や、なでしこリーグの岡山ユノゴーベルのスタジアム DJ、V プレミアリーグ女子の岡山シーガルズのアリーナ MC を経験する。2005年に発足した四国アイランドリーグプラスでは初年度は、徳島インディゴソックスと香川オリーブガイナーズのスタジアム DJ を行い、 翌2006年には全球団を担当した。2007年以降は香川にほぼ一本化している。2014年春からはプロ野球福岡ソフトバンクホークスのスタジアム DJ を DJ 翼名義で務めている。ありがとうございます。